ずっと考えていたんだ。実らなかった恋に意味はあるのかなって。消えてしまったものは初めからなかったものと同じなのかなって。私が生まれた三町、雪の中に埋もれた。それはそれは小さい手で青空を仰いだ。さながら昔からよく知る隣のあの子のように、片方の耳立って聞く卒業のカノン。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、どうぞ。あ、すみません。あの先生、さっき言ってたことって。ああ、まあ聞いた通りですよ。ああ、好きさ、大好きさ。いつから。え、いつ、いつって境目はな、説明しようと思えばできるけど勘弁して。え、どうして。いや、だから恥ずかしいんだよ。ハグちゃんには言ってないよ。知ってるとは思うけど、いや知らないかな。山田さん、ちゃんと喋ってよ。ショックん？だってそんなこと私全然気がつかなかったよ。あ、でもそういえば先生だって年取ってるけど一応男の人なんだよね。いや、そんなこと私全く考えてなかったっていうか、まるで圏外だったからっていうか。ちょっと山田さん、考えてることがダダ漏れてるんですけど。あ、そうだ、私ハグちゃんに。ちょっと待って、こら。なんで君が言いに行くのさ。山田さん、だから落ち着いて。山、どうして、スペインは。先生、今そこで丹下教授から聞きました。いや先生、俺なんかすっごく嬉しいんですけど。いや、俺は苦しいよ。でも大丈夫ですか先生。いきなり大学休職しちゃって、当面の生活費とか。お前に心配される日が来るとはな。大丈夫だよ。徳大先生の本をいろいろ手伝ってきた関係で、いくつかの出版社から仕事を頼まれてるし、一般向けの美術セミナーの講師のつてもある。俺結構しぶといんだよ。先生、本当に決めたんすね。ああ、まあな。山田、ハグちゃんのこと連絡してくれてありがとな。ううん、もっと早くに連絡しようと思ったんだけど、ただ心配させるだけかと思って迷って。うん。あ、森田さんも探してくれてありがとう。うん。でもどうだったのかな、私帰ってまた余計なことしたのかな。森田さんのことか。だってなんかさ、俺はなるべくしてこうなったつうか、こうなるようにしか流れてなかったって気がするけどな。
私、ハグちゃんは森田さんのことが好きなんだとばっかり。好きだと思うよ。じゃあなんで？生きる意味が何にかかっているかだと思う。生きる意味？そう。それが恋愛の人間もいれば、そうじゃない人間もいる。ハグちゃんは自分の中にあるやり遂げなければならないものに突き動かされてるんだと思う。それは恋愛よりも大事なものなの？どっちが大事だとか、どれが正しいとかじゃないんだ。もちろん打算なんかでもない。悩むより前に本能がジャッジを下してるんだよ。お、リカ出るのね、ここ。そうか、やっとここを出ていく気になったか。はい、お世話になりました、丹下先生。わしは好きでここにおるが、お前さんは出口をなくしてここで動けなくなってるだけに見えとった。原田がああなってからのお前は正直見てられんかった。一緒に半分あの世に行っちまったように見えた。じゃがあの嬢ちゃんをここに連れてきた時から、お前さんがだんだんこっちへ戻ってくるのが見てわかった。丹下先生。花本、今度はお前さんがあの子を救ってやる番だ。それは自分を生かすのと同じなんだよ。ごめんなさいね。本当はすぐにでも会いに飛んできたかったのだけれど。いいや、大事な仕事投げ出してきたらその方が悲しいよ。いや、きっと叱ってた。どうした？本当は真山君に止められたの。怒られた。今戻っても僕らにできることはありません。かえって先生は気に病みます。話して、あなたに彼の何がわかるの？わかります。僕は僕なりにこの6年先生と付き合ってきました。僕の知ってる花本さんは一人の尊敬できる男です。って彼そう言ってたわ。なんだよチキシュー、あの野郎。面と向かって言えっつーの。ったく。そんなバカな、我が社の株を買い占め乗っ取ったというのか。私が何か恨みを買うようなことしたっていうのか。大体それはいつの話だ。ちょっと待ってくれ。これでよしっと。平気なの？こんなにバッサリ切ってしまって。大丈夫、これで庭木の冬越えは完璧よ。それにしても本当に神様っているのね、ママ。本当、まさか庭の緑をそっくりそのまま維持するって条件でこんな広い家をただ同然で貸してくれる人が現れるなんて。すまんな、私が会社を乗っ取られたばかりにお前たちにこんな苦労を。そんなことないよ、楽しいよ。ああ父さん、俺は嬉しいんだ。バラバラだった俺たちがまた一つ屋根の下で一緒に頑張れる日が来たことがさ。そうそう、うん、私ここでの生活楽しめそう。元気を出してあなた。ああ父さん、父さん。おう忍、城山、みんな、これはみんなお前たちが、俺がこうなるって分かって、あいつら。
はい、城山です。もしもし、カオル様ですね。長々とどこをほっつき歩いていらっしゃるんですか。あとはハンコ押すだけの書類の山で、机が傾きかけてますよ。みんなも私もずっとここで待っています。それから忍様がおっしゃってました。カオル様にどうしても伝えたいことがあると。ところでカオル様、世界中の F1 層から190円ずつ半永久的に巻き上げるシステムにご興味は。230円ならすぐに戻る。明日の昼には着く。みんなを集めて会議の準備をして待っててくれ。忍様も飛んできますよ。食事の用意をしておきましょう。ご希望は？カレー。了解。松田さんきっと張り切りますよ。ああ、城山。はい。ありがとう。あの子、ハユに似てる。ん？ハトかい？どんなところが？あの白い子、目がくるっとして、姿勢が良くて、胸がふっくらしてて、足がピンクなところ。さつき先生に、リハビリには粘土を触るのがいいって言われた。やってみたいな。ハユに習って陶器も焼いてみたい。最初にハトを作りたい。で、最初の一個はアユにあげたい。そして二つ目は新しいお母さんと赤ちゃんにあげたい。間に合うかな。間に合うさ。赤ん坊が生まれるのは春だ。春？そうだ、春だよ。およ。何が酔ったっつーのだよな。城山、忍にもカレー、つゆだく肉多めで。ん？城山、何泣いてんだよ。なあ、カオル。ん？俺さ、やっぱピータンとこに行くわ。そっか。なんだかんだ言ってさ、俺あの親父のこと好きなんだ。あの会社も。だってさ、スタジオが停電になったらビームセーバー持ち出してチャンバラ始めるんだぜ。しかも全員ものすごい嬉しそうにさ。あんなバカな大人、親父以外で初めて見た。あんなバカな会社も。あの女の子はずっと見てるねって言われた。強い女でさ、俺が何もかも投げ出そうとしてたことすぐに見抜いて言われたんだ。逃げないで一緒にあがこうって。逃げ出すのは一瞬でできるからって。にしてもひでえよな。ずっと見てるねとか言われたらさ、もう頑張るしかないじゃん。でももう一回仕切り直してこいつの前に立ちたい。新しい何かを作ってこいつに見せたいって思ったら、やっとさ、目の前が明るくなった気がした。そりゃそうさ、もう朝だもん。光だ。ああ、やっと分かったような気がするよ、親父の言いたかったこと。うん、俺も。そして春、僕と病院を退院したハグちゃんは浜美を卒業した。それでは竹本くんとハグちゃんの卒業と竹本くんの盛岡への旅立ちを祝って乾杯。ん？
これか？ピーター・ルーカスと森田さんが出たテレビって映画チャンネルの特番なんだと。森田さん、すっかり映画人ですね。なんか偉そう。いや、変わってないよ。やっとその気になったか、森田よ。何です？いや、こっちのこと。そういや竹本、明日何時の新幹線だっけ？ああ、9時半です。アパートの方は？もう片付け終わって空っぽです。え、じゃあ今晩はどこに泊まるんだ？ああ、俺の部屋に。最後ですし。最後。あれ。あ、そうだ。あれだ。アイス買ってきてくれないか。そうね。アイスいいよね。で、竹本、一緒についてってやってくれ。はい。やっべえ。もうちょっとで泣くとこだった。私も。俺も。綺麗。竹本くんに直してもらえるお寺は幸せだと思う。ん？あの塔を作ってるところをずっと見てたからわかる。竹本くんは手を抜いたりズルしたりしない。心を込めて直してくれる。だからきっとお寺は嬉しいと思う。ありがとう。私も頑張る。竹本くんに負けないくらい。この右手きっと直す。でないとしゅうちゃんに何も返せなくなってしまう。ハグちゃん、それは違うよ。先生が求めているものはハグちゃんが返すものじゃなくて、先生が自分で見つけようとしているものなんだ。そして先生はそれをちゃんと見つけられる人だと俺は思う。6畳一間、風呂なし。大学まで徒歩10分。築28年、家賃3万4000円。朝日が眩しい東向き。僕は今日、ここを出ていく。ガラガラだよ。まあいいか、静かなのもちょっと寂しいけど。ハグちゃん、ハグちゃん、竹本くん、ハグちゃん、どうして？竹本くん、よかった、会えた。これに澄んだ沢の水をためらうこともなく流し込み、懐かしく香る心風を濡れた首筋に受けて笑う。のうさぎの走り抜ける様もささゆる。これはこんなに張りったけの
ありったけの幸せをあなたに。ハグちゃん、ハグちゃん、考えていた、ずっと考えていたんだ。実らなかった恋に意味はあるのかって。消えてしまうものは初めからなかったものと同じなのかなって。今ならわかる。意味はある。あったんだよ、ここに。ハグちゃん、俺は君を好きになってよかった。ありふれている気持ちなんてさ、何も言わずにいっそ消えてしまえば楽に。時が過ぎて何もかも思い出になる日はきっと来る。でも僕がいて、君がいて、みんながいて、たった一つのものを探したあの奇跡のような日々はいつまでも甘い痛みとともに胸の中の遠い場所でずっと懐かしく回り続けるんだ。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。